ジギーがフォレスタを狙ったのには理由があった。機械がいっぱいいたから。それもある。だが奴の本当の狙いはおそらくわしじゃ。あんたが本物のゼノリスって言うならその可能性はあるわね。奴はわしを恐れている。そりゃそうだろう、じいちゃんの師匠なんだし。いや、もっと正確に言おう。老いぼれ機械となったわしでは今のジギーには歯が立たん。奴が本当に恐れているのはわしとそなたとの出会いじゃ。え、俺と？わしがそなたを強くするのを恐れた。わしの力を授けよう。ジギーを倒せ。父上がお許しになればな。シュラ、席を外しなさい。はい。あれがそなたの息子。どう見ても別の種族ではないか。運命の際によって選ばれた養子ぞ。あれには世の力を授けるつもりだったが、どうも相性が悪いらしい。そこへたまたま重力の力を持ったわしがやってきたわけか。ふん、そなたの際、面白い数を引くようじゃな。息子か。